あなたは目の前の群衆がなすすべもなく虐殺されていく姿を直視できますか。2021年11月21日アメリカウィスコンシン州ワウキシャ。この日大通りを賑わせていたのは学生のマーチングバンドや老若男女問わず集まったダンスチームの数々。新型ウイルス感染拡大に伴う自粛期間を経てワウケシャの街では2年ぶりにクリスマスパレードが開催されていました。いやー、今年は久しぶりにパレードが見れて嬉しいな。列をなして歩くその集団のパフォーマンスを微笑ましく見守っていた街の人々。ところがそんな中で一人だけこのイベントを煩わしく思っている男がいたんです。通行止めかよ。赤い SUV の中から苛立ちをあらわにパレードを睨みつけていたその男はダレル・エドワード・ブルックス・ジュニア。彼は一度車を迂回させその場を走り去ったように見えました。しかし、おい止まれ。しばらくすると再び通行止めのエリアに戻ってきたブルックス。彼はそのまま数十人が列をなすパレードに向かい全力でアクセルを踏み込んだんです。2年ぶりのクリスマスパレードへ向かい猛スピードでアクセルを踏み込む男。男はなぜそれほど多くの群衆を巻き込み事故を起こしたのか。一見するとただの通行人にしか見えないこの男、実は絶対に世に放ってはいけない超危険人物だったんです。おっ、今年もクリスマス予定なかったら実家のメイのにプレゼントあげようかな。ケンちゃんです。何の報告？私のトナカイになりたい人募集中、ヤミヤミコです。もう毎年ねちょろっと実家帰ってですね、めいのちゃん隅っこ暮らしあげてるんですよ。隅っこ暮らしって何、はい、知らない。隅っこに引きこもってる60ぐらいのおじいちゃんっていう何それ、うん、私にもちょうだい。欲しいのそれ。欲しい、ちょっとちょうだいよ、うん、隅っこにいるおっさんがこうやって体育座りしてるフィギュアがめっちゃ受けてて、それが隅っこ暮らしと言われてるんですよね。全部嘘です。なんか丸っこいキャラクターです。僕も知らんすけど。知らないの、はい、本日ご紹介するのはアメリカウィスコンシン州で起こったひき逃げ事件について。この事件はなんとクリスマスパレードに車が乱入し数十人の死傷者が出る騒ぎとなったんです。でそんなひどいことするのよ、うん、いるわよね。なんか人が幸せな時に邪魔をしたい人っていうか、うん、いるいる。あともうただのバカなやつとかね。最近だったら日本だとさ、渋谷でアメ車改造しまくったやつがさ間違って突っ込んじゃってさ、車乗んなよって思いますよ、ね、本当に。そしてこの事件なんですけど、地元ワウケ社の人々に深い心の傷を負わせてしまったようなね、話したんですよ。これは、うん、そもそもこの悲劇っていうのは一体どのようにして起こってしまったというんでしょうか。悪夢のクリスマスパレード。2021年11月21日、舞台はアメリカ、ウィスコンシン州ワウケシャ。その日、街を賑わせていたのは、学生のマーチングバンドやサンタの衣装に身を包んだ少女たちのダンスチーム。アメリカの祝日、感謝祭を目前に控え、ワウケシャの街ではクリスマスパレードが行われていたんです。実はここ2年間は、新型ウイルス感染拡大により、パレードも開催中止となっていました。今回、久しぶりの開催にあたり、ライブ中継も行われ、イベントはいつも以上の盛り上がりを見せていました。今年は2年ぶりに気持ちのいいクリスマスを迎えられそうだね。ホットココアを片手に街の人々が談笑を交わす中、訪れた午後4時38分。パレードは中止だ。今すぐ柵を撤去しろ。会場の警備を担当していた警察官が突如けたたましい叫び声を上げます。しかし多くの観衆は事態を飲み込めないまま唖然としているだけ。賑やかに演奏を繰り広げるマーチングバンドやダンスチームの面々も警察のその声に気がつかずパフォーマンスを続けていました。そして次の瞬間、ライブ配信のカメラが捉えたのは猛スピードでパレードへ向かっていく赤い SUV。 ほどなくして大通りに多数の悲鳴が響き渡りました。こんなお祭り騒ぎの中じゃさ、ガヤガヤしてるし人の声なんて普段から飛び交ってるわけだから車突っ込んできても気づかないわよ。そうなんですよね。しかもね、犯人の暴走はただパレードに突っ込んだだけでは止まらなかったんです。止まれ止まれ。警察は暴走する SUV に向かい必死に叫ぶのですが、車はスピードを緩める気配もありません。SUV はそのままパレードをジグザグに突っ切り、参加していた子供たちをはじめ次々に人を跳ねていったんです。警察が車へ向かい発砲しても犯人はなお暴走を止めようとせず、そのまま逃走してしまうんです。車が走り去った後の道路には子供の靴や衣装の一部、観衆が味わっていたココアなどが散乱。被害者の数はなんと68人にも及びました。こうして2年ぶりにワウケシャの街を賑わせていたクリスマスパレードは負傷者62人、死者6人を出す最悪のイベントに。これだけ大勢の被害出しといて逃げたの、またどこかで何かやらかすじゃないのよ。まあね、この後犯人はすぐに逮捕はされるんです、うん、ただね、その時のこの犯人の態度がこんなに大勢の人を引き逃げしたとは思えないようなずぶとい態度だったと言われているんです。
俺、小さい頃から父親がいなくてさ、家もネズミとかゴキブリが平気で走り回っているようなひどい環境だったんだ。ひき逃げがあった直後、現場付近の民家で家主の男性に身の上話をしていたその男はダレル・エドワード・ブルックス・ジュニア。一方で男性はブルックスのその話に怪訝そうに顔をしかめていました。そう、何を隠そう、ブルックスは先ほど68人をひき逃げしてきた張本人。ホームレスで長く何も食べていないと語る彼を自宅に挙げた男性はそのことを知りませんでしたが、話を聞くにつれそこはかとない怪しさを感じていたんです。この後男性は隙を見て警察へ通報。警察が逮捕に訪れた際、ブルックスは男性に振る舞われたサンドイッチを何事もなかったかのような顔で頬張っていたといいます。なのこいつ、うん、何人も引き下ろしてるくせしてさ、何平気でサンドイッチなんか食えるわけ。なんかもう怒りを通り越して不気味っすよねこれ。ただブルックスの経歴を見ているとこうしたおかしな行動にも納得がいく部分もまああるっちゃあるんですよ。絶対に世に出してはいけない男。逮捕されたブルックスはその後6件の殺人や多数の危険運転の罪で起訴されることに。そして裁判において彼は悪びれる様子もなく次のように弁明。今回の事件に計画性はありませんでした。私は精神疾患を患っていて突発的にやってしまったことなんです。しかしこの男が何を言おうと法廷に居合わせた関係者が許すはずもありませんでした。なぜならブルックスは15件以上の前科を持つ凶悪犯だったから。ブルックスが最初に犯罪に手を染めたのは17歳の頃。それから39歳に至るまで22年間暴力事件、違法薬物の所持、未成年との淫行など様々な事件を起こしてきた男だったんです。到底信じられない話なのですが、クリスマスパレードと同月の2021年11月にもブルックスは家庭内暴力をはじめとする5つの罪状で起訴されていました。いやいやいや、事件起こしたばっかりでなんで町がうるつけるわけ。警察も見張ってなさいよ。本当不思議ですよね。ただね、彼が自由の身になっていたのは犯罪を重ねすぎていたためだったんです。どういうことなのか。というわけで今回のメトラキーワード、アメリカの保釈金制度について。アメリカでは公判の最初に行われる質問などから逃走や他人へ害をなす恐れがないものは原則保釈されることに。しかし高額な保釈金を支払えるのは一部の裕福な被告人のみ。貧富の差で量刑が変わったり社会復帰がしにくくなったりすることが問題視され、アメリカでは保釈金制度が廃止される州も出てきているんです。ブルックスは複数の裁判を同時に行っており、身柄を拘束された状態では裁判の進行に支障をきたすことが懸念されていました。さらにブルックスは元恋人との間に子供がおり、養育費をめぐっても訴訟を起こされていたため早急な生活基盤の安定が求められていました。そのため当初1万ドルだった保釈金が500ドルまで引き下げられる異例の措置が取られ、いともたやすく自由の身になっていたんです。保釈金制度においても特別な措置が取られるほどに犯罪を重ねてきたブルックスですが、この数年は犯行も輪をかけて過激なものに。クリスマスパレードの事故が起こる前年には親戚や友人と口論になり発砲。さらにパレードの3週間前の2021年11月2日ブルックスは元恋人とのトラブルで後の事故の前兆とも取れる騒動を起こしているんです。おい、どこへ行くんだ。いいから俺の車に乗れ。ガソリンスタンド付近の路上にはうんざりした様子で歩く一人の女性と赤い SUV の中から彼女に向かって叫ぶブルックスの姿が。女性はブルックスとの間に子供を産んでいた元恋人で、かねてから養育費のことで彼と揉めていた。そしてこの日ブルックスは元恋人が泊まっていたホテルへ押しかけ、彼女を無理やり連れ出そうとした。当然のごとく彼女はブルックスと話をする気などさらさらなかった。あんたと話すことなんて何もない、養育費だけ払ってくれればそれでいいのよ。元恋人はそう叫ぶと車に乗ったブルックスに背を向け、そそくさとその場を去ろうとした。ところが、クソが、なんで俺の言うことが聞けないんだ。そう叫ぶとブルックスは元恋人を引き殺そうとした。こんなの絶対逆切りでしょ。養育費で揉めてたってさ、ブルックスが払ってなかっただけでしょ。一回切れるともう歯止めが効かないやつだったんですよ。そしてブルックスはクリスマスパレードと同じ日にも元恋人とトラブルを起こしていて、それが原因でこのパレードの惨劇が生まれたと言われているんです。抑えられない怒り。あの SUV、 犯人はあのブルックスって男に間違いないな。クリスマスパレードの事故の後、犯人のブルックスは直接姿を目撃されていませんでしたが、警察はライブカメラに映った赤い SUV からその正体を特定。実はこれはブルックスがアマチュアのラッパーとして活動していたため。ブルックスが運転する赤い SUV は彼のミュージックビデオにも登場しており、このことが動かぬ証拠に。そして何よりブルックスはクリスマスパレードに突入する直前のある事件で、この日すでに一度通報されていました。そう、彼は11月21日のあの日、現場から発表
800メートルも離れていない場所で元恋人と言い争いをしていたんです。だからまたやり直そうって言ってるだけじゃねえか。いやよ、いいからさっさと養育費を払って。ブルックスと元恋人はこの日も滞っていた養育費の支払いをめぐり激しく口論に。とはいえ犯罪ばかりを繰り返しまともに働きもしていないブルックスに支払い能力があるはずもないんです。そう、彼は元恋人を脅すことでその負担をチャラにしようとしていたんです。保釈されたばっかりなのになんでまた喧嘩しに行くの。それでまたすぐ切れちゃって事件を起こしたっていうの、もしかしてどんな暴力をしても人の気持ちっていうのは動かせないんじゃないかなっていう話ですよね。結果いつも逮捕されて自分が痛い目を見るっていうことなんですよ。だからもう怒った時とか感情が動いた時、その時こそ冷静にね自分を見つめ直すっていうのが大事なんじゃないかなと思いますよね。僕もね、ヤミゴさんも怒ったらもう黙っちゃうんで、んバンバン。そしてそれは二人の口論がヒートアップしてきた頃、俺の言うことが聞けねえのか、大声を張り上げナイフを取り出したブルックス。元恋人は慌ててその場から逃げ出し、走りながらも必死に警察へ電話をかけました。もしもし、警察ですか？今ナイフを持った男に追いかけられてるんです。彼女のその様子を目の当たりにしたブルックスは急いで外に止めていた SUV に乗り込みます。警察はまずい、くそあの女チクりやがって。そうつぶやくとブルックスはその場を後にしますが、自分を追い詰める元恋人の行動に彼は苛立ちを抑えられずにいました。次の瞬間ブルックスの目に飛び込んできたのはクリスマスパレードのために道路を封鎖していた柵。通行止め、くそイライラする。気がつけば彼はその柵に向かい全力でアクセルを踏み込んでいたんです。これさ、要はイライラしてたってだけで68人もの関係ない人巻き込んだんでしょ、無差別に。こいつ外に出しちゃいけなかったやつじゃない。おっしゃる通りでね、これまでたまたま死人が出てなかっただけなんです。ワウケショの町の人々は心に深い傷を負うことになってしまうんです。消せない傷跡。クリスマスパレードでひき逃げ事故が起こってしまった翌日の11月22日、地元キャロル大学のチャペルでは被害者の追悼式が開かれていました。被害者には同大学の在学生も含まれており、生徒たちはそのことを次のように語ります。うちの大学は非常に小さなコミュニティでできていて、生徒も教授も多くがそれぞれを身内に感じています。それだけに今回の事件の生徒への影響は計り知れないと思います。高校時代にマーチングバンドをやっていて、クリスマスパレードに出たこともあります。今年もパレードに参加していた友人がいるし、それが僕だったらと思うとちょっと信じられないですね。この日は事件に巻き込まれた人々のうちまだ11名が地元ワウケシャメモリアル病院で治療を受けていました。その他にも18名の子供たちがウィスコンシン小児病院へ搬送されており、予断を許さない状況が続いていたんです。さらにワウケシャの学区では11月22日23日の授業が全て休校となり、臨時でカウンセリング対応を実施。パレードに参加していた子供たちの心の傷はそれほど深刻な状態だと捉えられていました。みんな2年ぶりのパレードですっごく楽しみにしてたはずよね。これ犯人がどうこの事件を捉えてるか気になるわよ。そこなんですけど、やっぱ15回も前科があるような男なんで全然反省してないんですよこいつ。裁判において被害者6名に対する第1級殺人、その他危険運転など61の罪状で起訴されたブルックス。彼は膨大な数の被害者を出したことを認め、謝罪こそしたものの幼少期の虐待や精神疾患を主張し必死に減刑にこぎつけようとしていました。しかし精神鑑定の結果、ブルックスは反社会性パーソナリティ障害と診断され、精神疾患には該当しないと判断されるんです。彼には判断能力があります。今回のことはただ単に怒りに任せて行われた犯行です。ブルックスは相談した判事を激しく罵倒し、話を遮るなどして裁判を何度も妨害。彼に反省の気持ちがみじんもないことはその場に居合わせた誰の目にも明らか。こうして事件から約1年後の2022年11月16日、ブルックスは死亡した被害者1人につき1つずつの計6件仮釈放なしの終身刑を言い渡されることに。その他危険運転、ひき逃げなどの罪も合わせ762年の監禁、305年の長期監視、150年の懲役と、その刑期は途方もないものに。クリスマス前の穏やかな光景を一瞬で壊し、多数の人の心を傷つけた今回の事件。この事件を通し15回以上の前科を持つブルックスを野放しにしてしまった保釈金制度が大いに問題視されることに。そもそも保釈金制度は道を踏み外した人に対しできる限り早い更生と社会復帰を促すためのもの。更生の余地すらない悪人に利用されてしまっては本末転倒。犯罪を犯した人々が心から更生できるように、今後の社会のためにより良い方法を考えていく必要があるのではないでしょうか。